えっんんん、えー、とですね今日はちょっと話してこなかったんですけど今までですねで話そうかどうかちょっと迷ってたんですけれどもちょっとあの今日話すのはですねえっ、ー、とあんまり、えー、気持ちのいい話じゃなくてどちらかっていうとちょっと怖い話になるかなと思いますですのでねあのこれ以上あのちょっとあの犬鳴き村っていうふうに ありまして僕はあの犬鳴き峠に行ったりとか犬鳴きトンネルに行ったっていうのをあの以前動画に上げたと思うんですけどね。で動画だけはあの犬鳴きトンネルに行ったよっていう風に動画1本だけ上げておりましたけど、えー、その後にですね今年になってちょっと犬鳴き村のところにもずっと歩いてきましたあのダムもですね。そういういことでまあ えと2020年にあの映画化されるということでですね、まあ、それで多分皆さんもその僕の動画を、まあ、何,何人かの人があのよく見に来られてるみたいで、でそれもあってですね、まあ、話そうかどうかもちょっと迷ってたんですけれども、まあ、ちょっと、まあ、実際あったことなのでちょっと話してみようかなと思って今日、ちょっと動画にします。それでですね え前置きしたように、えー、ちょっとですね、あの内容的にはちょっと、えー、そういったあの心霊というか、まあえー、ちょっと怖い話、それの方はですね、あのー、遠慮していただいた方が、あのー、良いかと思います。本当にね、あのちょっとシャレにならないこともちょっとありまして、まあ、そういうことがありますので、またあの楽しい動画でね、 その時はままたたお会いしたいいしと思いますだからまあちょっとあのそういうのでちょっと苦手な方怖い話が苦手な方はここまででまた別の動画でお会いしましょうすいません。と、えー、いうことで、えー、まあ話しておくべきかなと思ってまああれだったんですけどで果たしてですね、まあ、僕がそのまあ昔大学時代行った時にあのそのトンネルは知ってましてですね まあ、大学時代に行ったりとかもしてたんですけどでまああの昔のホームページっていうか、まあ、インターネットが流行った時代ですね一番最初でそれでもう今は消えておりますけどもうホームページが一番最初創世記でできた頃とか掲示板がえできた頃にですね、えー「犬鳴き峠に行ってみた」とかいうサイトを。 もう1ページか2ページぐらいのホームページですよ昔のやつですからそれで写真をあげてっていうのでですねそういうのがあ,のありましたであのいろんなこと書いてたんですけどまあ本当かどうかなっていうとこなんですよで実際、まあ、昔のね状況を僕もいろいろ知ってますけど、まあ、そんな話はねあのなかったよって話っていうかまわ、あ、だよっていうことで。 でそのあとですかねいろんな事件があのちょっとあったっていうのはですねで僕らが大学時代はあとぐらいです事件があって本当にあのダムで事件があったりとかあのトンネルの旧犬鳴きトンネルの近くでありましたっていうのは、えー、そのあとですだからまあ前回の動画であったのも実際はそういうとこはないし都市伝説みたいなところがあるんだよと。 いう話でまあちょっと締めくくってですね、えー、まあ科学的にそうなんだよっていうことも話はしたんですけどそれでまあ気になっててっていうかまあ今年明けてだから去年の12月25日クリスマスの時ですかまあ僕一人暮らしたもんですからもうあの全くの一人でね で、トンネル通る時にこう通りながらですね、まああの、おいでおいでみたいな感じじゃないですけど、まああの、服、福はうち、鬼は外とか言っても最近はもう、えー、福はうち、鬼もうちとかね、そんな感じで、えー、別に、鬼さんも悪いことじゃないしっていう、そのね、差別をしちゃいけないっていう、そんな感じになってるらしいんですよ。ね、幼稚園とか保育園でもね。でもまあ僕の場合はまあね、一人だし、まあ、 別にっていうことでまあ運転しながらまあ別にあ何も出なかったなとかまあ冗談のような感じでまあおいでおいでってな感じで暇だったらってなって <laughs>、まあ、それぐらいの感じでちょっとやってましてもともと僕はですねあのずっと前にもですね <laughs> あの友達を車でちょっとみんなでね若い子とかいてちょっと。 まあ心霊現象があるようなところに行こうとか言って「ああ俺知ってる知ってる」って言って運転して僕は結構行ってたりしたことあったんですよ。で結局ねその時にバチが当たったのは僕だけでまあちょっとね入院したりしましたあの1週間ちょっとぐらいもう原因不明のじんましができてですね <laughs> で、病院ってな、何したのとか言って、いや、なんもないんですけど、まあ、ひょっとしたらなんか魚の、魚の、焼いた魚なんだけど、それを冷蔵庫にやって、まあ、1週間ぐらいして、また食べた時が、それがあれかなとか、まあ、それかもしれないんですけどね。えー、ただ、まあ、その、偶然的に、それぐらい、行った後ぐらいにですね、えー、すっごいジンマシンができまして,て、1週間入院しましたよね。で、その時、まあ、あの、みんな、あの、 見舞いに来てくれたんですけど「弟あ,ととあんた罰当たったね」とか言われてですねまあ僕だけそういった目にあったことは若い時ありますでまあ僕も一人になってそでまあそういうふうにじょ冗談じゃないですけどまあねそんなあ服は内鬼は外じゃないけどやっぱりそんなね 差別っていうかやっぱあれじゃない寂しいじゃないですかだからいい「おいでおいで」みたいな感じで <laughs> 言ってたんですけどそしたらですねえっ、ー、と正月の2日に泥棒に会いまして、えー、あの本当に泥棒があったんですよでちょうどばったり会ったもんですからまあそれで、まあ、捕まえてっていうかね、まあ、ちょっと災難ではありましたで,ですぐ、えー、と本人を捕まえてそれで。 えー、警察にも来てもらってまあ、新聞にも相手の方載りましたけどねまあ相手が暴れなかったから良かったですけどまあなんとかそういうのがあってでも、まあ、次2日の日つその泥棒が入ってですね3日の日はまたあの次の日に全然知らないまた別の人がですねうちにあの入ってきて協力をしてたんでいやあの。 ちょっっっととと待っててくくださいと家のの中に入ってくるのはとで昨日こそ,その不審者が現れて警察を呼んで逮捕されたんですよっていううにだその人が「いいじゃないかな」んとかで「俺はもうあの自由に来たんだからな何のあれがあるか」とか「いや私の家の敷地の中ですから」ってって「これやっぱり不法侵入」ということで昨日の方も逮捕されたんですよってもちろん物品もあの、ね、泥棒したっていうのもあるけど」って言った。 でちょっと変えてくださいって言ってこう言ったら激高しましてですねその人が。<laughs> であのこんなやっておっさんなんですけどもうムラグラをつかみかかってきてこんな風にやられたもんですからいやもうこれは昨日の今日だからってことでまた110番してでもう警察だったのに2日になりましたやつでえっ、ー、とパトカー来てねまあその人は連れていかれたんですけど、まあ昨日の事情も警察官の人は知ってますんで。 いやあそこは昨日も泥棒があったんだよとかいう話をしてですねまあ事情聴取も受けまして正月のもう2日3日ですよでまあ <laughs> ね犬飽きず食いに行ったからかなとか思ってでやっぱり、まあ、みんな噂になってるのが日本最大の心霊スポットとか最強っていうか最も怖い心霊スポットとか言われてますよね。 <laughs> でおおそうかと思って、まあ、あのまあそういうこともね普段でもありますからそういうことはでも正月から珍しいなと思ってたんですよ。でそうこうしてて、まあ、あの正月から大変だなと思ってて、まあ、災難ではあったわけですけどそれでですねいろいろ今度は、えーまあ、普通にお風呂に入ってましてであの石鹸買ってきてあの石鹸も、まあ、新しいやつですよね。 で、まあつ、洗って、で、次の日お風呂にまた寒いから入るじゃないですか。あれ石鹸箱に、<laughs> 石鹸、石鹸箱のとこにもう風呂入るからありますよね。あれここに置いとったのにな、石鹸ないよってまだ新しかったんですよ。そんなに、1、2回しか使ってないぐらいの箱から出して。<laughs> おかしいなと思って、こうして。で、お風呂入ってて、もうどうしてもないもんだから、でも仕方ないでしょ。まあ、あの、普通のシャンプーとあれして、まあ、上がって。 で気になるんですよおかしいなってあったはずなのにでまた風呂に入ってて <laughs> 風呂に入りながらキョロキョロ見てもないんですよでどうかなと思ったらすっごい奥のとこにあの土っていうか砂砂がついてて。 奥のとこにあったんですよでもなんであんな奥のとこに行くんやろうと思ってまあね科学的に考えればネズミがかじってですねそっちに持って行ったのかでも傷はないんですよでもまあまあいいやとあるたので洗ってもう砂も落としてで体洗って。ので今度また2日ぐらいしてですねあのお風呂に入ってたら こうしても体洗ってて、こう水かぶって、石鹸ないんですよ、また <laughs>。おいおいと思ってですね、もう石鹸一生懸命探すけどないんですよ。でも、やっぱり探さないともう気になるから、一生懸命探してたんですけど、まあ寒いでしょ ?1 月ですから。で、もうもう寒いからって、また湯船に入ってこうやって、キョロキョロしながら。で、やっぱおかしいなぁと思って、なんか、ちょっといたずらするんかなぁっていう、 かなと思ったんですよまあそれも科学的とかあれに考えればネズミがかじってどっかねあのハクビシンかネズミか分かんないですよそういうのがかじってどっかに持っていったとまあそう考えればそれでいいんですけどまあ心霊的とかそれはあんまり考えたくないですけどまあちょっとしたねいたずらみたいなのをするなと思って困ったなと思って。 もうでも俺は石鹸がなくてもう風邪ひそうになったんで頭きたんでもう,もう何でもいいやと思ってこうやって塩持ってきて塩巻いたんですよもうお風呂とね入り口とそれまではもう別にそういうことはしなかったですけどまあ、ちょっと塩巻いとこうと思って塩巻いてできいお清めしてですねまあまあいいやとまあでも ね、石鹸けんが1個はなくなったぐらい大したことないじゃんって友達が言われたら「そうそうその通りよ」と「でも寒かってもむっとたのなもん」とか言ってまあそんな感じでしたけどまあ笑いながらねそんなふうに言って <laughs> ででそうこうしてたらですね1月の14日かそんくらいだったかな、えー、まあこれはどこでもあることなんでしょうけど YouTube のですね「えー、AdSense5 番」っていうのにあって広告剥奪されまして。 <laughs> それもねその近辺っていうか近くだったのでうんこれはねとはまあん,なんか星の周りかなんかわからないけどちょっとねあの運がついてないやとでも運がついてないよねとか思って。 で、ふと考えたときに、犬鳴き陶に行ったからかなとか、あれ世界最強とか言ってたよなとか思って、日本最強、世界最強の心霊スポットとか言ってたよなとか思ってですね。うん、でももう、まあそれもちょっと気になってて、まあ冗談がてらですね。じゃあ、うん、まあ、もうついてないはついてないから、今まででもそんな正月から泥棒が入ったりとか、ちょっと、この短い期間の中で、 ちょっとおかしなことが起こったりとかあとはその間にですね、えー、とものすごく怖い夢も見ました実際あのリアルな夢として寝ててですねやっぱ何回か、あのー、うなされるような、あのー、ちょっと辛いぐらいの夢も見ました <laughs> で、まあ、まあそれでもね、まあ、割と僕も霊感ってはあるにはあるんですけどでもなるべくそんなこうあの信じないようにしててで まあそうだということで笑ってあれしてたんですけど、まあ、でもすご,くすごく怖い夢を見てですねでそうこうしてたらですね、えー、その14日か15日にアウトセンス版にあったでしょ YouTube の広告がもうつかなくなりましただから皆さん見てるこの広告も僕も1,000人超えて4,000時間も超えてあれなんですけど未だに広告がつかないとそういうふうに罰がたったのかなと。 でそれから2、3日してたらですね、まあ、そのショックもあったんですかね、まあ、YouTube で、こを書くだす。で、それでちょっと風邪をひきまして、この数年ですね、<laughs> 風邪ひ,ひかなかったんですよ、僕、えー。4、5年はひかなかったかな ?3 年から5年ぐらい。ん <laughs> で、ちょっと風邪をひきました。調子悪いなと思って、ちょっと熱が出て寝込んだんですよね。で 扁桃腺ももれたもんですからで病院に1回行ってであの薬もらったんですけどよくなくて今度は扁桃腺腫れて高熱が出てですね38度5分6分とかねあの高熱が出て今度はまた別の病院に耳鼻科に行って耳鼻科でももらったんですけどじゃあちょっとこれはあ,のあまり高熱が出るからって言ってで入院とか言われたんですよ。いや 入院って言われたもんね、あれだよとか言われて、で、どうも、えー、抗生物質をうちに行ったんですけど、もう肺炎の一歩手前ぐらいになってましてですね、ので、まあ、薬はもらったんですけど、耳鼻科で、で、そうこうしてて、まあ、薬も飲んでたんですけど、どんどん悪くなってですね、熱収まるどころか悪くなって、そしたら今度、気管支炎になりまして、 あの急性気管支炎っていうことでもうぜいぜい言って気管が狭まって咳が出るんですよで今度咳が <laughs> 今のも少しありますけど出だしたら止まらないんですよねもう一日中寝ててもほできつくなってですねもうあの本当にきつくなって救急車を呼ぼうかとあでも恥ずかしいからやっぱタクシー呼んでいこうかっていうぐらいだったんですけど いやでも明日になれば病院に会からあのまた内科に行ってみようということで、えー、我慢して朝あ、ね、あの行きましたよ病院にほんで順番をちょっと早くしてもらってきついからということでそしたら急に雪ですかあの喉からこう入れる気管支炎の開くやつですねあのガスでプシュッてするやつをもらって、まあ、ある程度落ち着いてもうそれからはかったんですがでもそれが <laughs> まだ出ますけど1月のですね18日ぐらいから風邪ひいてまだもう5月ですよで1回治ったんですよ3月ぐらいにはもうだいぶかかりましたけどでもいまだに <laughs> また咳が <laughs> 出るんですよねうんでその間にですねまあ寝込んだのが、まあ、一番きつかったのがやっぱり1月の末ぐらいですよね2月。 もう週1週間か10日も寝込んでましたんで、本当に熱がずっと続いて、1月は悪かったですよね。で、まあ、なんとか2月になって熱は落ち着いたんですけど、咳はずっと止まらないと。<laughs> で、走行してる時に、えー、そうね、去年ぐらいからかな、あの去年、俺、稲城峠に行ったんだよって言って、友達に年末に話してたんですよ。北九州の子で たらあのその話を言ってきたんだよって話をちょっとあの動画撮った3日4日後ぐらいに言ったらですねいや実は私その北九州でその、えー、車の洗車場ってあるでしょあのお金を出してあの車を吹き上げるとこでそこで3人で行ってその車を売らなきゃいけないと思う中,古な中古っていうかその大きい車があったんでもうそれを売りに出すと。 いうことでまあ、みんなで3人で綺麗、えー、に拭き上げてですねで中古車センターを持ってでまたあの軽自動車っていうかちっちゃいやつにあのマーク X だったかなあのそれをこう洗ってたらしいんですけどそしたらその,その時に iPhone10 で撮ったらしいんですよ iPhone10 でそのみんなが洗ってるところを写真で iPhone10 で撮ったらですね 心霊写真そうって言ってでいやあんたさんがそのねそこに行ったって言うんだったらこれなんかのあれやろうかって言って見せてもらってですねまあじゃあ,あのその写真ちょうだいって言ってもらったんですけどそしたらあの車が写ってましてですね3人しかいないんですよ友達3人女の子2人と男の人とね。 で3人で行ったからみんな知ってるって言うんですよ服装も何も。であの自分の、まあ、後ろ姿っていうか友達あの自分が写ってて友達が写しましたんでで車が写ってましてですねで一番手前に背中向けてタオルを吹き上げのタオルがあるんですけどそれがですねそこの,あのカウオッシュセンターにある吹き上げが貸してくれるタオルっていうのが吹き上げタオル。 青色してるんですよねでその青色してるのを後ろ姿車の横に後ろ姿であの手に青色タオルを持ってですね映ってるんですよバッチリと。で服もですねあの黒っぽいあのダウンジャケット女性用の,あのちゃんとあのデザインまでこう映ってます V 型にこう入ってるキルティングが入ってるやつで。で上は黒で髪は 手をこう、まあ、持ってるわけけですけどねそれが車のボンネットの横に立って写ってるわけですよ。でも写ってるだけだったら何も問題ないでしょ。何も問題ないですよ。ただあのスカートっていうかね腰から下がないんですよね。えっ、ー、と上半身頭あの上半身写ってまして腰から下がないんですよ。向こうが透けて見えるんですよね。 あそれでびっくりしてですねまあその写真も持ってじゃあの <laughs> YouTube に僕あげるよっつって言ってあのじゃあ写真く,くれってって言ってもらってほんでまあ写真をですねまあ広告がついてるからちゃんとねあのパン代にもなればパン買ってきてあげるしとか言ってまあそれであげようかなと思ったんですけどまあそういったなんですか もう広告もつかなくなって僕も動画上げるのが1ヶ月ぐらい休んでましたんで病気もあったしその寝込んでたからでもう意気消沈してまあまあいいやというふうにでそれ上げるためにですねえその解析もしたんですよ何ですか拡大してその心霊写真をもうちょっと見たらびっくりするっていうか気持ち悪くなるぐらいの はっっきり写ってますんで,でどうしようかっていうことだったんですけどでその撮った人がですねあ,の、まあ、あんまり気持ちよくなかったので、えー、地元の心霊の人に見てもらったらしいんですよねそしたら、まあ、まあそんなにね悪くはないよとただあのそこにいる自爆霊みたいな人が写ったんじゃないかなっていうふうに言われたって言ったんですよだから大丈夫じゃないとか言われて。 言われててたって言うんですよ、ね、でまあそれから、うん、まあ動画を上げようと思って僕解析をして拡大してすっごくで画像処理もですね暗かったから分からないんだってかなり明るくして iPad でですねそしたら見えないものがある程度こう見えてくるんですよね、うん、あの服のデザインもそうですし後ろの スカートの,の縫い目のとことかあとは一番気になったのがあのタオルを持ってる手がですね、えー、拡大してみますとあの服を見たらですねそのよくあるでしょあのダウンジャケットの女性の、ね、冬のでウエストがキュッとしてるんですよちょっとあのダウンジャケットでもズドンってしてなくてこう割とウエストがだから女性ってわかるんですよねで 手の方をこうして後ろ見て手だけはこう見えてますんで手を,手を拡大したんですよそしたらですねあの手がごついんですよねあの女性の手じゃない,ないぐらいに手がごついんですよでそれをまたさらに拡大したんですよそしたらあの手に傷がありましたですよねだからまあこのど、まあ、動画っていうかまた別の時にですねそれも解析して ままあ出そうかと思っておりますただそれをね出すかどうかっていうのは、えー、ものすごく悩んだっていうか今でもちょっとどうしようかって悩んでるんですよねっていうのもそのまあ出すのはいいんですけどただ皆さんがあまりこう怖がったりとかちょっと衝撃,衝撃っていうかねあんまり気持ちのいいもんではないですからそれをこう拡大してあげるのはどうかなと思ってちょっと。 アンケートをするあれはないですけどまたあの気をつけて見ていただければですね、まあ、不思議な現象っていうことでまあどこかにはですね科学的に解明できると思うんですよただ現在の状況ではあの解明はできなくてもその何十年か経ってくればあの科学的にねなんかあの分かるようなもんではないかなとも 思ったりもしま,すけどまあそういうちょっと不思議なことがあったもんですからそれも動画あげようかなと思ってあれしてましたで今年になりましても僕も病気してたんでその子に久しぶりに会ったんついに3ヶ月2ヶ月ちょっとしてですね3月4月3月頃でどうしたっって言ってあの,あの画像が俺その心霊写真もらっていろいろね YouTube にあげようと思って画像解析したりとか 「あれを見たりとかあの研究してみたんだけど」って言ってその写真もらった人の話したらですね「いやあれその友達3人いたんだけどその中の女の子の1人がですね冗談めいてそういったもうちょっと気持ち悪いっていうかね写真があったので。 なんかあの、友達にメールしたらしいんですよ。この、不幸のメールじゃないですけど、この5人ぐらいに、あの、このメールを受け取ったら、3人から5人の人に、このメールを <laughs>、その、あげないと悪いことが起こるよ、みたいなことで冗談めいて1回やったらしいんですよ。その友達が、別の友達が。そしたら、その <laughs>、家にいる猫がですね,ね、飼ってる猫が、その日から、その猫が歩けなくなって、あの、後ろ足が。 で前足だけでこう這いずるようにこうなってあのびっくりしたっていうんですよね。でそれでちょっと病院に連れて行ってあのなんとか治ったらしいんですけどあのそれがもうあまりにもそのメールを送った人同じだったのでちょっと <laughs> びっくりしてそれでもうみんなでそのあの画像は持たない方がいいよっていうことになって全部消しちゃったわよって話ですよ。 ですよそれを <laughs> まあでもねあのかなりっていうかあの衝撃的っていうかあれかなと思っていろんな、まあ、友達にも僕は僕の男の友達でちょっと見せたりしたんですよねあの、まあ、小説家の人にも見せたし、えー、どうなんだろうって言ったら多分。 自爆霊って言ってもその写真に写った人は多分自分が死んだっていうことを気づいてないんじゃないのとか言って言われてですねまあまあそういったあれなんですよまあ不思議なことがあったりとかそういうことがあってで結局そのみんなその写真を処分してしまったとまあデジタルで iPhone10 で撮ったやつですからね。 持ってるのあんただけよとか言われましてですね <laughs> だから俺だけちょっとばし方ってなんかずっと <laughs> 今でも戸籍はあれなんだろうかと思ってまあ冗談めいて言ってたとこなんですよまあこれがねあのねん。単、ね、なる偶然も重なってることだとは思うんですけどただやっぱそんな弱い気持ちでいるとね あのそういった心に入ってきますのであそうそうそれとねあのまあ笑い話じゃないですけどそのちょっとあのいたずら心みたいな,なんか座敷わ,わらしでもあるじゃないですか。 まあ、ちょ、ちょっとそんな感じで、あの、不思議なことが起こる、起こったのかなっていうふうに思ってますので、ただ、あの、僕の動画を見てですね、毎回バットボタンつけるやつが一人一人いるんですよ。だから、ぜひ、あの、その人にですね、バットボタンを押したときに、あの、紹介してあげて遊びに行ってらっしゃいという風に、ちょっと、あの、ね、お願いしようかなと思ってるんですよ。まあ、それは半分冗談ですけど、 まああのね人を呪わば穴2つで言いますからあれなんですけどまあちょっと遊びに行ってきたらっていう感じですよまた帰っておいでっていう感じでね <laughs> まあでも毎回毎回よく内容も水につけるようなと思ってあのだからちょっと今日の話も あの多分内容までそういう人たちは罵ドボタンを押す人は見ないでしょうからちょっと遊びに行ってもらいましょうかねっていう感じですかねまあまあそれは冗談としてもねあの人を呪わば何とかって言いますからまあそういうのは冗談ですけどただまあそういった不思議なことがちょっと続いたなあっていうところですよ。<laughs> それと えー、話は先ほど途中になりましたけど、えー、今年になりましたね1月の初めかなだからその収益がもうあの終わったとぐらいかな15日過ぎだったかなうん、えー、と福岡の犬鳴き峠にも行ってきましたで、えー、まあそんな石鹸がなくなったりとかまあちょっと変わったことが。 あの身の回りでその怒ったもんですからその1年のうちというか1年の最初から警察も雑談になったり泥棒が入ってきたりとかちょっとまあ自分でも気になってたもんですからまあもう一度行ってみようということで,で友達と2人で,ですねあの犬鳴きダムも行って犬鳴きダムのとこにまず車止めて行ったんですけどでそれから歩いてトンネルに行くわけですけどね。 あの道沿いにですねあの行くと、これ危ないです。で車止めるところがないので、あの犬飽ダムのとこに駐車場があって、そこ止めるんですけど、そこ,そこからですね割と最短距離で行こうと思うと、その国道をずっと歩かなきゃいけないんですよ、5、600メーター、それでちょっと行きましたら、ですねあの道幅が狭いんですよ。まず 歩行者への道路ないんですよ大型トラックが通ってガードレールがありましてで路側帯もないのであの途中までですね 300400m500m ぐらいかなちょっと歩いたんですけどこれちょっと危ないよっていうふうに言ってですね本当に跳ねられるぐらいの それぐらいの大型トラックは取って危なかったので、400、500メーターちょっと歩いたんですけど、いや、ちょっと危ないし、あれやから、また帰りも大変だよということで、ちょっと断念して戻ってきまして、また犬鳴きダムのところにですね。で、その車を取ってですね、どっか近くのところまで行って、ゲートっていうか、そこに行ってですね、そこから、えー、登りました。 でそれから旧犬鳴なきトンネルに向けて、えー、柵のとこから行くわけですけど、まあ、僕はあのそういったあのなんですか配信機材というかですねあのいろいろ全部るあの乗せて、えっと、あのバックにあのリュック柵クに入れてですねでドローンも飛ばそうと思ってドローンも肩にかけて <laughs> すごい重たいんですよでちょっと舐めてましたでそれからね 友達と言っったんですがずっと行ってあの坂道なんですよで行く前にですね昔の,そのホームページに載せてた人の犬鳴村っていうそ,のそういった畑っていうかそこに行った時にあの人に追われたとかなんかそういう話を書いてましたんで,でその記憶が頭の中にあったもんですからトンネルを過ぎてちょっと行ったところ左に曲がっていって林を抜けたらっていうのは あの当時書いてましたそれはもう20年前ちょっとぐらいでしょうか二十、えー、数年前ですよね、えー、それを頭の中に記憶にあったもんですからえとちゃんと行く前にはですねえっ、ー、と国土地理院の昔の地図それもあのちゃんと検証してですね あれと Google マップと Google の,の空撮地図ですかそれも写真も見まして大体この辺りかなっていう犬鳴き村があったところっていうのをそれをあのダムの下にあったっていう一つの噂もあるんですけどまずダムのとこにも行ってきましてで一番僕が昔ホームページですねそこに書いてたの頭の記憶の中で えー、合わせていって大体こういうのを見たんですよそして空撮の Google のやつでも見て大体あの道が通ってるんですけどでそれでまあ大丈夫かなと思って行ったんですけどそしたらですね Google であの航空写真見ると等圧線って出ないんですよねまあ例えば山がこうなってても平坦に見えるわけですよ上から空撮してますんで。 で、家があって、道があってっていうのは上からあの、上空の衛星写真で見るからこうですけど、あのー、何ですか行ったらこんな山なんですよ、こんな。もうすごい登山道なんですよ、こう。こう。すっごいこう上に行かなきゃいけないんですよ。で、荷物持ってるでしょそしたらあのー、実際行ってみると、のと、その Google マップで見たりとか、 航空写真で見るのでは大違いだったですよね。だからもうこう。まあ、ね、曲がりくねった道なんですけど、それがすごい。こう。急勾配なんですよ、うん。行方でも行方でも急勾配で。そしてあの山林を行きますので、まあ、犬鳴き旧犬鳴きトンネルの前までもちょっと。結構時間かかりました。 そしてそれから行くのも時間がかかりましてで景色が変わらないんですねあの山道と林道に囲まれたとこなのでこう途中で見晴らしがよくて下がパッと見えてっていうそういった景色があったら、あのー、少し気も晴れるとこあるんですけど全然もう日陰の。 木の間の谷底のところをずっと行くだけですのでまああんまり木がですね休まるっていう感じではないですよね。木がめいっていくところてあります。で犬飽きトンネルのところにまあたどり着きましてまあそれでも動画を撮りましたずっとね。で撮って、まあ、友達もいて「ここへんやろうか」と思ってまあ,あのトンネルのそばまで行きましたよ。そしてトンネルのブロックが積んであってですねこうずっと。 間でで向こうが見えるんですけどそこをこうしてあの隙間が、うん、2, 2センチぐらいしかないですからそこからこう見たら向こう側がこう見えてですねでずっとカメラを行ったらあのピチャーンピチャーンって言ってそのトンネルの上から下に落ちる水滴がですね聞こえるんですよねよく耳を澄ますとあんまり気,の気持ちのいいとこじゃなかったですよ でそこからあの割と地元に近い人間の友達で行ったんですけどでずっとあのトンネル過ぎて行ってたんですけど多分事件があったとこってここだよねっていう話言ってで当時の新聞と、まあ、あれ見たところがトンネルのそばの,あの川沿いのとこで一回川沿いのとこに逃げてっていう話をしてましたの、ねまあ小説事件があった。 あここだろうねって話を友達と言ってまあ、そこの横をずっと抜けていってで犬鳴木村らしきところを行くんですけどでどこなんとかって友達に言われてですね「いやもうすぐのはずよ」って俺ちゃんと地図で調べたもんってで国土地理院の地図だとまあ 昭和の最初ぐらいの時からの昔の地図がありますんで,でそれで道順とか、まあ、今と違う道もあるんですけどねそれで見ながらずっと行きましたで多分もうちょっと行ったら左に行く道があるはずだからって言って行ったら「ここかな」とか言ってまあそれもなかなか「もうすぐもうすぐ」とか俺言ったんんですけどそこに行くまでがまたこれ大変で。 もうすぐよとか言ってもうすぐじゃなかったんですよ。汗びっしょりになりましてで僕ちょっと腰も悪いので歩くのが遅くてですね友達早く行ったんですよ。でずっと行ったらまあちょうど分かれ道にみたいなところがあって多分ここかなと思って左に曲がるところがあってでまあ行こうよっていうことでこう行って多分そこしかなかったんですよ本当に。でそれをまっすぐ曲がらずに行ったら あの猫峠っていうところに行きますんでそ,そこだとまたもうちょっと行って全然外れるんですよねあの犬鳴き村があったであろうっていうところはもうダムに沈んだところかもしくはそこしかないんですよでもダムの下はもう今行けないですからで多分犬鳴き村があったであろうっていうところはもうそこしかないんですね昔の昔の昭和の地図から見ていきましたんで。 で他の人もあの載せてますけど後で僕も、えー、写真をここに載せますけどねあの旧犬鳴きトンネルとかそのなんか看板があるんですよこう真っ白なやつになんか真っ赤な字で殴り書きしてるんですよねあれがまたあのすっごく気持ち悪いですよねそれが <laughs> 殴りがきしてあの道がこうあってこっちがあれで犬鳴き旧 古「犬なき」峠って犬きがカタカナで「なき」って書いてるんですよ。犬は漢字で「犬なき峠」って。で殴り書きしてるんで本当にねもう映画の美術さんが書いたんじゃないかっていうぐらいのなんかそういうホラーに出てくるような看板なんですよ。ちょっとそれも赤で書いててね。 ででもああれれが本当のあれですからねでその看板を見ながら多分ここだと先あその看板を過ぎてここだからってで延々とそのまた山道を登っていくんですって <laughs> まだっていやもう着くはずだからってで僕 iPad も持って行ってましてで iPad で、まあ、地図ソフトそれでこう見ようと思うんですけどなかなか GPS 出ないんですよ。 GPS、あの僕、入ってるんですよ、iPad 2018ですから、GPS がついたやつなので、あの地図ソフトで行けば出てくるんですけど、ただ、自分の位置情報はですね、たまに出てきます、でも、地図がないんですよ、そこの地図自体が、山の中ですから、ただ、自分のいるところはこう出てくるんですけど、大きい地図の中で、道ないですので、あ自分がここにいるんかと思っても、あんまり役に立たないんですよね。 道がないので地図自体がそれと、まあ、GPS はねうまくいけばこうあの衛星の電波を使いますのでなんとか自分の位置は分かりますけどそれでもちょっと誤動作が起きてましたではっきりは分からないですけど誤動作を起きてましたそれと携帯の電波も 4G も 3G ももちろん LTE もですね えー、通話もすることもできません。もうそれはですね、あの道路からちょっと入ったところからもう一切入りませんでした。で、携帯の電波もなければ、もう水自の電波もつながらないですよで、できればと思って、僕、イ犬ラキトンネルの前からあの、いつものようにライブ放送しようと思ったんですよ、こうやって。ってそしたらあの、ライブ放送もできないんですよ。電波あるかなないんですよ。 だからまあ録画で撮ってきてですねまあそれずっと撮ったんですけどまだあげてないですよまあ皆さんが見たければまたあげますけどでそれからずっと犬鳴村にあるところにちょっと向かって行ったんですけどしたらまあよくいろいろ話したんですけど友達とまあ道をなぜそこに作ったかって言いますと多分あの山林がありまして国有林が。 <で> <laughs> 国有林とやっぱり個人で持ってらっしゃるあれがあってですね、まあ、多分そこにあのトラックで行って伐採した時に杉とかそれを持っていくために道路を作ったんじゃないかと思うんですよねちょっとそれより先のところは。で国としてはあの昔の道路を作ったんでしょうけど、まあ、すごい道路も朽ち果てておりましてこっちから木が倒れたりとかあれで。 もうガードレールは錆びて落ちてますしあの車は通れませんからね、まあ、あの国有林の人たちだけが通れるようにしてますんであとは登山道っていう感じで、まあ、人間はあの通って構わないんですよ登山する人はだからまあ本当にねあそこに行こうと思ったらもう登山の余裕をしていかないとダメですねちゃんとリュックを持って飲み物は必ず。 あのペットボトルかなんか入れてですねすっごく汗かきましたまだ1月の寒い時なのにもうあれは冷や汗かなんかわからないんですけどもうびっしょり汗かきましたですあんたすごいね汗かくっ,ってもうそれが何でかわからないんですけど車のとこに戻ったらもうびっしょりあの汗かいててでそれで気持ち悪かったんでちょっとあのタオルを出して拭いて着替えのシャツがあったんでもう全部 着替えのシャツとトレーナーナを着き直してですねそれから帰ったんですけどまあ猪狩村であったであろうというところにはある程度行きましたで多分何人かの人が動画上げてないかなまあ,あの YouTube, YouTube じゃなくてホームページ上で写真撮ってらっしゃる方もいましたけど、まあ、そこにずっと上がっていっていましたら 確かにね石垣とかがあってですね民家があったであろうっていう集落はありましただからあの道沿いにこう坂道があったりしたらあの石垣を積んでですねもう一軒一軒あたりやっぱ何十坪か六十坪とかそれぐらいあるぐらいのまあ広いとこが集落としては多分78軒あったんだろうなっていうところはまあありましたよねもう石垣しか残ってないですそれとあれと えっと、もう奥のとこではもう家が朽ち果ててるところがあってずっと奥にずっと奥まで行きましたらあの管理小屋みたいな家がありましたっていうのは多分そこで作物を作ったりビニールハウスをあれしたりとか、まあ、いろんなの作物を作ってるんでしょうけど多分それはいなかったですよね人は。人はいなかかったたですだからたまに あの作物を作る時にそこに来てそこの家に泊まっていろいろやるんじゃないでしょうかねそれといろんな金具とかが置いてて鳥獣よけのネットのあれをするんだろうなっていうようなものが置いてありましたその誰もいないですよ一人は。でずっと取ってきてまあ相当僕も疲れましたあんな疲れたのはね もう本当に精神的にも体力的にもつか疲れてでも帰ってきて車のところに来たんですけど友達と「もう二度と行きません」ってって「もう二度と行きたくない」っていうのはもうっていうのはその怖いとかそういうことじゃなくてもう疲れるんですよで疲れた上にその何つか景色も変わらないしずっと1時間半とかずっと歩きましたけどあの周りの景色が同じなんですよね。 で見晴らしも良くないしでまあ、してはその、まあのまり気持ちのいいとこじゃないですよ多分ここでこういうことがあったんじゃないだろうかとかまああの,そのトンネルですよね、まあ、いろいろ噂もありますよねそこであの兵隊さんが見,見えたとか、まあ、そこでいろいろあったとかね稲川淳二さんが行ってそこでいろんな人を見たとか、まあ、そのトンネルのとこ行ったりとか、ね、帰り行ってきて。 まま相当疲れましただからまあ、えー、一人で行くってなれば行けないことはないですよ行けないことはないですけどただあの辛い辛いっ間なうかなんか登山でも好きだったらあれだろうけどなんかあんまりにもこう周りの景色も変わらないしまああんまり鬱陶しいっていうかねなんか。 雰囲気的にはそんな感じですよね。あの晴れ晴れ晴れした感じではないですね。確かに。えっと、やっぱり、うん、誤動作をやっぱり起こしたりもしてまして、あの、大相撲モバイルズとか、これいろいろやったんですけど、ちょっとね、あの、やるときに、あの、ちょっと誤動作を起こしたようなこと、特技もありました。まあ、それはね、気のせいということであれですけど、まあ、僕もちょっとね、今日は、 あの長く話しちゃったかな、もうすごく、あんまり意味のないことでね、こんな風に長く話しまして、どこをカットするかっていうのはわからないので、ただ、一つの話として、まあ、長い話としてですね、本当に自分が体験したこととして、まあ、ちょっと話をしました。こ年だからもうクランクインっていうかね、もうそれも始まる頃でしょう。で2020年に あの公開する映画ですのでただまあ自分が行っていろいろえー、まあね世界っていうか日本最強の心霊スポットっていうとこに行って、まあ、自分も行ってみてどうだったかと <laughs> するとまああんまりいいことはなかったですということですだからあんまり舐めてかかるといけませんよっていうことも僕に <laughs> もう僕もねあのちゃんと肝に銘じて。 ただまあ、そんな不思議なこともあるっていうことでしょうか。うん。まあ、都市伝説って言えば都市伝説ですし、まあ、気持ち的にね、そういうふうに思えばそういうふうに思うっていうこともありますでしょうから。ただまあ、結果的にね、自分があの、行った結果どうなったかっていうことになりますと、まあ、あんまりいい結果はちょっとなかったなっていう感じでしょうかね。まあ、それでも、そんなに、その、 犬飼峠があったからってその近くに住んでらっしゃる方もいるわけですからあの毎日通,け通るけど何も自分は悪いことは起こらないよじゃああそこに住んでる人はみんな乗られてるんかとかいうふうに言う方もおられますんでそういうことはないですよね。だからなんか映画でですね、えー、なんか地域が活性化できれば一番いいんですけどねなんか変な風になんか悪い方向にね その地域の方が思われるとやっぱりそれは良くないと思いますまあでもそんな風にみんな言われてまあ実際自分が行ってみて体験をして場所にも行きました僕はねだからもうすべてその犬鳴きダムの話もまた犬鳴きダムだけの話もありますよね保険金の殺人があったとかまあそこにも全部行ってきてあの一回り全部してきました まあ、だ多分なのであの犬鳴村があったであろうというところは大体まあ今あるところではでも僕が主に犬鳴村っていうのはまあ一つのなんですかね次元四次元スポットみたいなところでそこから行って違うところに行くんじゃないでしょうかね僕が行ったところじゃなくてねそこのトンネルを過ぎて左に曲がったところがっていう 異次元スポットまあそれはそれとしてねあのまああのうん不思議なことがあるっていう世の中も楽しいじゃないですかね全てが科学的じゃなくて、えー、ただまああんまりその僕もなめてかかるわけじゃないですし、えー、ただあの自分が行って体験したこと まあそういうことで、<laughs> まあいいことっていうことではなかったのかなって、まあ不信楽体験はしましたということです。えー、まあね、あと、それは言った話です。本当の話。で、これからその、実際のですね、その心霊写真の動画を上げるかどうかっていうことは、また考えたいと思います。皆さんがね、どうしても、まあ、見たいっていうか、 そういうことであればあのちょっと出してもいいかなと思うんですよっていうのがやっぱりあの写真に出てきたっていうのをこう拡大していろいろ見てますとその自分の存在をみんなに知らせたかったんじゃないのかなっていうふうに僕は思ったんですよ。でななんんでその人あのみんながワイワイイとと車を洗ってるところに 一緒ににタオルを持っっってて仲間ななりたかったのかかのと思ってだから自分の存在をこうみんなに知ってほしいそういう気持ちがあったんじゃないのかなと思って僕はこう思ったもんですからだから、まあ、動画にしてもいいしその写真っていうのもまあね、まあ、映画があるからっていうわけじゃないですけど真実いいじゃないですけど、まあ、そういうこともあるんだよっていうことで。 で本当にまあ不思議では不思議でですね、えー、拡大してみたら、あ,のー、あれですで、それがですね、写真を撮ったのが iPhone X であるということですよね、最新機種のスマホで撮ったので、そういった心霊写真が撮れたと、それと拡大してみましたら、まあ、腰から下が消えてましたけど、あと、車のですねボンネットから下のところと、隣の。 車が軽自動車が写ってるんですけどそこがですねボンネットから下のやつがずれてるんですよね写真がこうで隣の車の軽自動車のホイールのところもちょっとずれちゃってるんですよねだから何ら科学的なことでなんか、えー、そういう風に、えー、写真の工学的なずれがあってそういう風になったのか、まあ、その写真のずれは分かります 何 <laughs> かの光学的な電気的なズレがあってあの写真がずれていったっていうのは分かりますけどじゃあそのいない人がいない人の,そ,このその場にいなかった女性の服のデザインまであって後ろまで写ったのかっていうのがちょっとそれは不思議ですよね科学的にちょっと不思議なところだなっていうところですよそれもみんなと同じタオルを持ってるっていう。 だから、まあ、あんまりその、ねあの、ひょっとしたら皆さんからあればあげるかもしれませんけどもうそんな動画が見たくない方はです、ね、見ないでくださいね、またねでちょっとあの本当にもう長い感じで、ね、もう結構50分ちょっとも話してしまいました。すいませんただまあ僕も <laughs> まだ席も、ね、こんな風にあれしてて話そうかどうかはもうちょっと 迷ってましただからあの1月ぐらいにね、まあ、収益化は停止されても、まあ、またやっていこうというところで話していこうかなとは思ってたんですけど、まあ、この話もどうしようかなとただ、あのー、動画の僕が作ったあの犬鳴村の動画のあれを見てましてもやっぱり毎日何人かの人が見に来てくれてるんですよね。で前回のの動画の中ででは本当にあの都市伝説っていうことで えー、そんんななことはないいでですすよよっていう話ですよも,うもちろんあの都市伝説という、ね、あのもね大いにあるんですけれどもその中にやっぱり不思議なこともあるとでただその不思議なことっていうのはあの現在では解明されてないけどあと何十年か経った頃にはあの科学的に解明されるのかなとほんの少しはですね全部がというわけじゃないですけど。 まあ、あのそんな変わったっていうか面白いこともクスッと笑えるようないたずらみたいなあのことも起こったりもしましたのでそれをちょっと今日はあのまとめてね話させていただきましただから全部が全部あの都市伝説っていうか大きいものはね都市伝説ですけどそのでもそれ以外はまあたまに不思議なこともあるっていうことでしょうか、うん、そんな感じで自分が身をもって <laughs> 犬鳴き村があったであろうっていうところはあの行ってきましたでまあそれが <laughs> どこにあるっていうのはまあまた皆さんでねあ,のあれしていただいてまああってもなくても別にいいんですけど僕とすれば、まあ、トンネルを過ぎたところに異次元の世界があってああそこにあの行,った行ったのかなとかいうふうな感じですよね。 でまあ、映画としては僕もどうなるかわからないですけどどんな感じでねあの監督の方があのジュオンとか作った方であのハリウッドまでねあの作った面白い優秀な監督の方のなのでどんな感じになるんだろうというふうにあの思っていますただまあ自分はちょっと不思議な体験をしたりとかあのだったので、えーまあ、それをねちょっと話させていただきました えー、ともうことで、まあ、そんな怖い話じゃないですけど、えーまあ、そんな感じですすいませんあのー、ねもう本当皆さんちょっと長い間の時間を取らせてしまいまして申し訳ありませんまあということでまあ一番ちょっとびっくりされるだろうっていうのは写真はありますそれも,もう皆さん、まあ、僕の友達というかその人も全部処分してもら処分して僕しか持っていませんのでまたそれをあのー どうしてもね、あれ見たけ、見たければっていうか、ちょっとそれも出していきますけど、また、あの、コメント欄でね、もし見たい人がいたら、あの、書いてください。もう別に積極的にあの出さなくても僕は、あの、いいので、えー、ただ不思議なことがあるもんだなと思って、画像解析しながら、まあ、見てました。あとは、多分、 なんかみんなに見つけてもらいたかったのかなっていうそういう気持ちをこの人は何で移りに来たのかなと思ったらちょっとあれでしたただあー難しいのがそれを見てちょっとショックっていうかびっくりする方もおられると思うので、まあ、それがねちょっと事前に言っとかないとあの驚かしてしまうので、えー、その話もしてあの締めくくりたいと思います。また あの2020年には映画化されるっていうことで、まあ、ちょっとねそれもどんな映画になるのか、まあ、エンターテイメントですからねあの映画もエンターテイメントだし、まあ、僕の話もね、まあ、エンターテイメントとして捉えてもらってもあの結構ですう、まあ、嘘は言ってないんですけどでもそういうふうにねあの言った方が気楽になるじゃないですか。ということで皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。